これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間7月24日です。 JR 九州公式サイトによりますと、鹿児島エリア運行情報、16時21分現在、停電によるダイヤ乱れ、発生時刻は14時5分、発生場所イブスキマクナザキ線、指示区市イブスキマクナザキ線上下線運休を呼び遅延。遅延、鹿児島中央から山川15時54分に停電が復旧し、無電3回しています。